スペースオート渡辺です。じゃあ今日はこちらの車を紹介していきたいと思います。実はこの車は、スペースオートで以前販売していたお客様からまた譲っていただいた1台になってます。ただ売った時からの仕様がかなり変更されているんで、まあ、一つずつゆうたくんと一緒に見ていきたいと思います。はい、まずこの車、24年式のランサエボリューション10なんですけど、グレードは GSR プレミアムという、まあ、ワンランク高いグレードになってます。で、標準でこの BBS の18インチアルミ、こちらとか、まあ、ブレンボは共通ついてるんですけど、スタイリッシュエクステリア、このボディ同色でこういうパネルがついてます。標準でレザーシート、レカロのレザーシートが装着されてるんですけど、まず1点目、改造点1点目、改造点1点目、いきます。はい、まあ、レカロはレカロなんレカロライレカロなんですけどこのフルバケットシート今装着されてます。で、標準のそのプレミアムのレカロシートは、あの助手席側のちょっとまた後で見てもらいたいんですけど、あの標準のフルレザーのシートになってます。とこのここ見てください、グレッディのフロントスポイラー、ツヤ消しですね、マットブラック。じゃあエンジンルームで、あとはモンスターのインテークパイプ、ラジエーターのアッパーホース、ロアホースも変わってるの？これ変わってます。変えたんだっけ？変えました。あなたが変えたんだ変わってますと、まあ、カーボン調の、カーボン調というかカーボンか、これカーボン、カーボンのモンスターのエアグリのダクトがついてます。そしたら、そしたらマフラー、マフラーちょっとメーカー見ますんで、どこのメーカーついてるメーカー見るんで、あ、藤坪さんとかじゃないですか。ああ、なるほど。藤坪です。じゃあちょっと音聞いてみます。はい。行きますよ。うーい。GSR プレミアムはもともと標準でビルシュタインのアブソーバーが入ってて、ういちょっと超スーパーウルトラ見えにくいんですけどあ、コルトスピードコルトスピードに変わってます。なんで若干ね、こうダウンサスで下がってますね。こうなっていると、はい、ここがねちょっとかっこいいポイントで、コルトスピードの GT シフターついてて、本当だったらこうランサーはここをこう上げてシフト変えるんですけど、それがこうクイックにできるようになっておりますと言ったところでしょうか。そうです、そうですねまあ楽で、それね、楽、楽、とても楽。助手席側の純正のレザーシートにはシートヒーターついてるんで、冬は助手席の方だけあったかいとそんな感じでございます。はい、この GSR プレミアム、このグレード、このグレードは今全国に10台ほどしかね掲載がないんですが、その中でもこういろいろね綺麗にカスタマイズされてるこのね車、なかなかないと思ってます。グーネットとホームページからぜひチェックお願いします。